Z 言語を使った形式使用技術の例形式手法はソフトウェア工学における数学を基盤としたソフトウェア及びハードウェアシステムの使用技術、開発、検証の技術である。ソフトウェア及びハードウェア設計への形式手法の適用は他の工学分野と同様適切な数学的解析を行うことで設計の信頼性と眼見性が向上するという 予想によって動機づけられている。形式手法は理論計算機科学の様々な成果を基盤として応用したものであり、数理論理学、形式言語、オートマタ理論、プログラム意味論、型システム、大数的データ型などを活用して、ソフトウェア及びハードウェアの使用技術と、その検証を行う。形式手法はいくつかの水準で使用可能である、詳しくは後述する。 プログラム意味論の分類に対応して形式手法は以下のように対別する実際の開発に携わる人々の中には形式手法コミュニティが使用技術と設計の完全な形式化を強調しすぎていると感じている。彼らは対象となるシステム自体の複雑性だけでなく使用する言語の表現能力が完全かどうかが形式化を困難にしていると主張する。 代替案として様々な、軽量な形式手法が提案されてきた。それらは、部分的な使用技術と応用に注力したものである。このようなライトウェイトな形式手法の例として、型システム、アップルアロイオブジェクトモデリング技法、Z 言語による、ユースケース駆動型開発、CSK、VDM ツールセットがある。形式手法は、開発工程の様々な部分に適用可能である。 形式手法は開発対象システムの任意のレベルの使用を記述するのに利用可能である。そのような形式的記述はその後の開発活動のガイドとなるだけでなく、開発されたシステムの機能が要求通りであるか正確性と完全性の観点での検証にも利用可能である。従来から形式使用記述システムの必要性は注目されている。 アルゴル58の報告書の中でジョン・バッカスはプログラミング言語の文法の形式的規法を提案した。バッカスはプログラミング言語の意味論の規法の必要性にも言及した。報告書には BNF 規法と同様の意味論に関する規法を将来提案すると書かれているが、それが現れることはなかった。形式使用技術ができると、それに従って設計を行い、 実際の開発を行う。例えば、形式使用技術ができると、それを証明の根拠として使用することもある。人間による証明場合によっては、システムの正当性の証明を行う動機は、システムの品質保証のためではなく、システムの動作をさらに理解したいためということがある。結果として正当性の証明を数学的証明の形式で行うこともある。 自然言語を使い、あまり形式的でない形で証明が記述される。良い証明とは、他の人間が読んで理解できるものと言える。このような手法への批判として、自然言語の曖昧さがエラーを見逃す原因となるとの指摘がある。微妙なエラーは、そのような証明で見過ごされた低レベルな詳細部分に潜んでいることが多い。さらに、良い証明を作成するには高度な数学的。 専門知識が必要である。自動証明一方、システムの正当性の証明を自動的に生成することに関心が集まりつつある。自動化技術は2つに分類される。一部の自動定理、証明は人間の補助なしには機能せず、追跡すべき特性を人間が指定してやる必要がある。モデル検査ではうまく抽象化されたモデルを与えないと膨大な数の状態によって、 身動きが取れなくなる。これらシステムの提唱者は、詳細にわたってアルゴリズム的に称号が行われるため、その結果は人間による証明よりも数学的にずっと正確であると主張する。これらシステムを使うための訓練は、手で証明を書くための訓練よりも簡単であり、多くの人材を生み出せるとしている。批判的な人々は、それらシステムの信託的性格を問題にする。 それらは真実であると宣言しているが、その詳細は説明されない。また、検査機構の検査と呼ばれる問題もある。検証に関わるプログラム自体が検証されていない場合、その結果を疑う余地があるだろう。部分的な批評だけでなく、形式手法全体への批判もある。現状、人間の手による証明も、自動的な証明も多大な時間を要する。従って、 形式手法はそのコストが十分利益に見合うか、エラーの混入が多大な損害に結びつく場合にのみ、使われることになる。例えば、航空宇宙工学では、エラーの混入は死を意味するため、他の領域よりも形式手法が一般化している。形式手法の推進者の中には、それがソフトウェア機器の特効薬となると主張するものもあった。もちろん多くの人々は、 ソフトウェア機器に特効薬は存在しないと考えているし、形式手法の利点を強調しすぎる姿勢を問題にする人々もいる。以下に主な形式手法と形式手法の記述法を列挙する。使用記述言語、モデルチェック過去の記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオン。 Line Dictionary of Computing にある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。